番星になる虹の夢アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、私はアイドル学校ヴィーナスアークに留学している中学2年生。毎日全力でアイカツ頑張ってます。エルザさんのサポートをしている木崎レイさんは剣道が大の得意、空手が得意なまひるちゃんと対決をすることになってびっくりしちゃった。なんだかいろんなことがありすぎてワクワクが止まんないよ。今日はどんなことが起こるのかな。本日のステーキは沖縄のブランド石垣ビーフでございます。いかがですか。結構なことね、エルザ様。キララね、今日はなんとめっちゃ久しぶりのオフなんだ。最近ふわふわドリームの件で忙しかったから、思う存分羽を伸ばしなさい。エルザ様も一緒に観光しようよ。実に興味深い。だがキララ、エルザのスケジュールが空いていると思うかい。じゃあレイちゃんは。残念だけど私もだよ。一人で行っておいで。一人じゃつまんない。レイ、時間。もうそんなの。エルザ様、ちょっとくらい遊んでくれてもいいのに。終わった。エルザサイズって超ハード。二人ともすごいよ、もうみんなについていってる。ううん、まだまだだよ。ゆめ、そろそろ時間だよ。あ、ほんとだ。今日は何かあるの。うん、今日は久しぶりにローラと一緒にお仕事なんだ。これこれ、週末どこ行くっていうバラエティでね、リポーターとしてキラキラ市の話題のスポットを紹介するんだ。わあ、楽しそうだね。うん、めっちゃ楽しそう。キララちゃん。決めた、キララも行く。そのお仕事にキララも連れてって。光はもっと遠い空、願いは負けたりしない、本気の君を待ってる。私たちはお仕事で。だってキララ、二人のこともっと知りたくて。ん？ S4 のアコちゃんすっごく面白い子だったでしょ。だから四つ星学園のアイドルに興味が湧いちゃった。おはよう、ゆめちゃん、ローラちゃん、今日はよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。ああ、よろしくって君は。花園キララです。キララン。確かヴィーナスアークのアイドルだよね。どうしてここに。見学に来ちゃいました。あ、でも見てるだけだとつまんないし、キララもリポートしちゃおっかな。え？ダメですか。いい、オーケー、一回やってみようか。えぇ、
まずは食レポだよ。食レポ。お料理をいただいて感想を言うの。それなら簡単。では本番、3、2。ユメ、ローラ、キララの週末どこ行く？今日は今注目のキラカフェに来ています。ご紹介するのは当店自慢のスペシャルパフェです。おー、美味しそう。フルーツもたくさん。それでは早速いただきます。クリームがふわふわ、とっても美味しそう。じゃあ私も。ごちそうさまでした。はい、ちょっと止めます。いきなり全部食べちゃダメだよ。目なの？食レポはまず見た目の印象を伝える。次に口に入れる前にカメラに映す。そして具体的な感想を言うんだよ。具体的な感想？例えば、濃厚でこってりしたクリームがベリーの酸味と絶妙なハーモニー。パフェの語源はパーフェクトって言われてるけど、このパフェはその名の通りパーフェクトな一品です。めっちゃすごい。さすがローラ。当然でしょ。では気を取り直してもう一回。こちらのボルダリングスタジオさんからです。ボルダリングというのはロープを使わずに岩の壁を登るスポーツなんだよね。うん、早速挑戦してみよう。はーい。普通に登っても面白くないから勝負しちゃおうよ。ダメだよ、危ないから。よーい、スタート。ちょっと、ここまでおいで。待ちなさい。あい、勝つ。このようにボルダリングは体全体を使うので運動不足のあなたにぴったりかも。勝つ。はい、勝つ。はい、勝つ。やったー。以上、ボルダリング体験でした。はい、オーケー。いいね。3人のおかげでいい絵が撮れてるよ。この後もよろしくね。はい。キララちゃんが自由すぎて最初はどうなるかと思ったけど、面白いじゃないこのロケ。でしょでしょ。でもキララだけじゃねえだったと思うんだ。3人とも同じだったらつまんないもん。確かに、やっぱり頼れるローラがいてこそだよ。ローラ、いつの間に練習してたの？別に練習なんて、たまたまできただけっていうか。そういえば昨日の夜デッキから。ああ。ローラってやっぱり努力家だよね。ほら、そろそろ移動だよ。次はいよいよ、最後の撮影場所。ここ普通の公園？何がおすすめなの？あれだよ。今日から毎週末、週末キラキラステージっていう新人アイドルのイベントが開かれるんだ。そしてそのイベントをプロデュースしたのは私たちの先輩なの。久しぶりだな、虹の桜庭。はぁ、ん？翼先輩。はぁ、翼先輩、ご無沙汰してます。二人とも元気だったか？ヴィーナスアークに留学したって聞いて心配していたんだ。なんとか頑張ってます。桜庭、ユズから聞いてるぞ。二
副生徒会長としてユズをフォローしてくれているらしいな。実際にやってみて翼先輩の大変さが痛いほど分かりました。生徒会長がユズだから2倍大変だろうな。そうなんです。あ、いえ、そんなことは。もしもし、二人ともキララのこと忘れてる？こちらは私たちの先輩で如月翼さん、ヴィーナスアークの花園キララです。キララ、よろしくね。翼ちゃん。翼ちゃん、キララ、さっきから翼ちゃんにすっごくキラキラ感じる。キラキラ、あ、でもエルザ様ほどじゃないけど。悪気はないんです。思ったことをすぐ口にする子で。ヴィーナスアークはアイドル海賊の集まりだって噂があったが、こういう子がいるなら大丈夫そうだな。アイドル海賊、それかっこいいね。じゃあインタビューを取ります。はい、回りました。それでは如月翼さんにお話を伺いたいと思います。なぜこのイベントをプロデュースしようと思ったんですか？私は前から新人アイドルがステージを行える場所が少ないと思っていました。後輩たちにもっとチャンスを与えたかったんです。素晴らしい志です。公園の野外ステージを選んだのはなぜですか？ここならたまたま公園に遊びに来た方にも足を止めてもらえますから。なるほど、めっちゃいい感じ。キララもこのステージで歌いたい。歌だけじゃなくて演劇やファッションショーやダンスステージも行う予定なんです。機会があったらぜひ。というわけで週末キラキラステージぜひ来てください。はい、カット OK。 いい、あとはここでやるステージのレポートをしてお仕事完了。ステージってこの前のオーディションで通った四つ星学園の1年生がやるんですよね？ああ、ステージの飾り付けや客席の配置等全てセルフプロデュースしてもらう。そろそろ到着する頃だが。如月！ん？安野先生！はぁ、虹の桜庭、今日は取材の日だったな。はい。それより何かあったんですか？緊急事態だ。え？ん？ですか？1年生の到着が遅れるって。地方ロケでトラブルが起きたらしい。今こっちに向かってるが、あと1時間はかかりそうだ。お客さんを待たせるわけにはいかないし。どうする如月？私がやります。私がステージを。それいいね。1年生のステージは延期にしてキララたち3人のイベントやっちゃおう。そうじゃなくて、私が言ってるのは1年生が来るまで時間を稼ぐってこと。え、どうして？キララ主役がいい。主役じゃないとねえ。今日は1年生が主役なの。ローラ、私も1年生のために協力する。ユメ、翼先輩、いいですか？桜庭、虹野、よろしく頼む。何それ、つまんない。主役じゃなきゃキララやんない。大丈夫です、後でなんとか。それより時間がありません。すぐ準備に入りましょう。ユメ、ステージの飾り付けお願い。オッケー。私は機材を運ぶ。お願いします。しかしそれでもこの人数では間に合わないかもしれない。桜庭、すまないが幹部たちにも連絡しました。今向かってくれてます。それからロケ番組のスタッフさんも手伝ってくれるそうです。頼もしくなったな。つまんない。なんであんなに一生懸命に。変なの。曲はどうする？
はい。スターダムはどう？うん、いいと思う。ドレスは？私はスパイスコード。私はベリーパルフェ。だけど、お？せっかくのユニットなんだから、ドレスも合わせたいよね。じゃあ、スクールドレスにしようよ。今日の主役は1年生だしね。うん、それがいい。間に合った。お客さんも集まりだしたな。桜庭、虹野、頼んだぞ。はい。本日予定していた四つ星学園1年生のステージですが、諸事情により到着が遅れています。そこで彼女たちが到着するまで、代わりに四つ星学園桜庭ローラと S4 の虹の夢のステージをお楽しみください。虹の夢、行きます。桜庭ローラ、ここからは私たちの時間。どうしてって、今日のステージのためにきっと寝る間も惜しんで練習を重ねてきてるはずだから。
でもエルザ様言ってたもん、アイドルの世界は弱肉強食なんだよ。チャンスを生かせなかった方が悪いんだよ、うん、このまま続けちゃえばヴィーナスアークの子だったら絶対にそうする。ん？エルザさんのこともヴィーナスアークのやり方もわかんないけど、私は人のことを思いやったり手を差し伸べられるアイドルでいたいんだ。私もだよ。すみません遅れました。先輩ありがとうございます。待ってたよ、早くスタンバイ。はい。よくわかんない、変なの。キララちゃん、ん？手伝ってくれない？しょうがないな。はあ、今回は虹野と桜庭に救われたな。ええ、どうにかイベントを行えてもう思い残すことはありません。あの件決めたのか？はい、桃子先生とも相談してハリウッドに行くことにしました。そっか。だがブランドはどうする？スパイスコードというブランドは芯があって何事にも動じず責任感がある人間が務めるべきだ。如月以上にふさわしい人間なんていないと思うが。私もそう思っていました。ですが、注目スポットをご紹介しました。週末行く場所は決まりましたか？どこもめっちゃ楽しかった。それではせーの、またね。カット。 OK、 いい。ボンブやストレート海と重なるそのブルー日に開いて風切ってめでたい焼きの座を奪いに。次回アイカツスターズ